蘇ってからの一時期かかったかの、うん、1年間天茶というやつを飲みつつ直したんだけど、毎日飲んだ。毎日どれぐらい飲むんですか？食事のたびに飲むという感じだ。美味しいですかそれ？甘いですね。ほのかに甘い、天然の甘みがあった。カメが基盤どる。申し訳ございません。みかんばっかり食べました。おいしいかんぞ。ちゃんと白くしておかん。なんで基盤でしまうんだろう。汚れてる。シミだらけだ。舞台で黄色い光当たったらお主見えんくなった。これすごいですね。やってみようか。ヒロアンドですか結局。最後までやったればいいのに。見てください。はい。もう。あ、じゃあ行こうかな。あ、ちょっとちょっとちょっと。黄ばんでる。ちょっとキリがないで真面目に行こうか。真面目じゃなかった。カメキさんめっちゃ笑ってるじゃないですか。もう後悔もう喋りきれないんですかね。もうこのテスラ面白いです。もう満足。キラムさんはカメキさん好きですよね。なんかセクハラまがいのことばっかして。カメキチはの手拭いをこう巻くとのこの辺をシュッとさせるのが気持ちいい。毎回揉まれとるもんどるのではないよ。撫でとるの。絵ですよ。なんかもう表現の違いとかそういうのは絵ですよ。若干めんどくさいですね。お主、舞台前でちょっと神経質になっておる。気が立っとる。いや、昨日のあれじゃの、あのゲネプロというリハーサルの時の、あのあれじゃな、舞台のそのリハーサルと、それから第2部のスペシャルイベントのリハーサルやったの。達蔵はどうした、あれめちゃくちゃ緊張しとったろ。そうです。あやつ舞台の方はまあ、まあ、滞りなく行ったけどもな。スペシャルトークの芸能の時はちょっとな、ちょっとアドリブを入れるともう何も言えないっていう。すごかったな、あれは。どうしたんですかの、普段こうやって喋ってるのと一緒な気がするんですがの、うん、まあそんなこんなで舞台を終えてほっとしたんですか。おそらくな、あの舞台の方は面白いことになるだろう。そうですね。で第2部のスペシャルイベントの方は、ちょっと大変なことになるだろうと予想のもとちょっと覚悟しといてくれて。後ろの御仁よう参れやと思う。そなたである。よう来てくれた。何ですかこの空気感。びっくりしました。独特だね。いや、ちっとな、なんか見かけんものがおったら声かけてみようかなって。戦うんだ。間引くんですか。ん、こないだ間引くって言ってたじゃない。おー、子供が獣。キャキャ言っとる。キャキャ言っとるの。カメキシ、ちょっとこれ抜いてあそこバーって。面白いぞ。完全に名古屋から追放されます。そうそう、今日の舞台出られんくなって。まさかの事情により降板いたしました。こんにちは。どうしよう。足飛び気だった。乗ってて思わずコメントしてしまって、警察は気を知らなかったです。今ね、あそこもね、定食でいつも食べるよね。そう、定食でいつもね、デザート付きかデザートなしで違う。そこで食べるとついてるの。ついてるの。一個ついてる。結構向こうになるからな。そうなの。向こうにはついてる。目が泳ぎすぎて。一個ついてる。取れない。ありがとう。頑張ろう。どうもありがとうな。よし、では。